日本埼玉県川越市、大木菓子船は、埼玉県川越市の大技。旧入間郡船菓村。郵便番号は350-1134。川越市の東南部に位置し、砂北部に島上に点在する、飛び地郡。フロー川をまたいだ北側を、岸町、新河岸川をまたいだ、北東側を南田島と接している。地域北辺を新河岸川が流れている。 新河岸川に沿った低地にあたり、住宅地区として利用されている。河川改修前の北辺は新河岸側の南岸に位置していたが、改修の結果一部は北岸になっている。鉄道は東武東上線新河岸駅が徒歩圏内となる。北辺で新河岸側とフロ側が分岐している。荒川、新河岸川の柏古くは、三好屋京、仙場省に属した。 もともとは丸池と呼ばれる付近の湧水が集まる池だったが、天羅2年12月28日、お七火事として知られる天羅の大火の際、江戸にある川越藩主、松平信照の屋敷が累るしたため、再建用の木材について、入間川をいかだで下って川越で崩し、船に積んで江戸へ運ぶことにした。しかしながら新河岸では川越の町から遠く、 なおかつ十分な広さの空き地を提供できなかったため新たに丸池を埋め立て、貸しとした。この埋め立て地の形が扇に似ていたため、扇貸しと呼ばれるようになった。津田高地の扇貸し機によれば低湿地であったため、造成が難しく地形を高くするための土も近くから調達することが困難だったため、新たに深く堀を作りその際に出た泥を造成に使用した。 このため工事費は高騰し、水村人材門、富士の神右門、井上よそ米、松本平米を先駆け首として近隣から17人の冬の者を募り、砂村の神財門が名主として所持を図った。開発から川越城付の村とされた。農地については水田がなく畑のみであったが、たびたび水害に悩まされた。 教法16年に船問屋4軒が公認され、火星期には7軒に増え、安政6年の時点で、船は22艘を数えたが、より川越に近い上流に千葉菓子が1879年に開かれると、大木菓子の船問屋は次々と移転、廃業していき、中安1軒のみが大木菓子に残った。明治時代に入って1889年4月1日の町村政志向に伴い、 大木下村は、上新賀子村、下新賀子村、砂村、砂日田村、寺尾村、藤間村と合併し、公海村の大技の一つとなった。1876年の人口は81人。新賀子川の水運は1931年に、改修工事の終了及び、埼玉県からの通船停止令の発令により、廃止され、5加岸すべてが廃止された。 1955年4月1日、航海村は川越市に編入され、大木菓は川越市の大技の一つとなった。2017年10月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。鉄道は地内を通っていないが、東武東上線、新加岸駅が最寄り駅になる。かつては、 新菓子川衆運が存在したが、現存しない。ありがとうございます。